皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、私結構最近までずっと YouTube は iPhone で撮っていたんですけど、 iPhone でね、私も YouTube を始めたいんですとか編集方法が知りたいんですっていう方が多かったので、今回は私が iPhone を使って撮影編集していた時のアプリとかを紹介していきたいと思います。私はですね、2つアプリを使っていて、 iMovie っていう、 iPhone の方だったら購入した時から入ってるのかなっていう、この iMovie とこの完璧なビデオっていうこちらのアイコンのものを使っていました。 iMovie は主にカットをしていたかなと思います。まずはプロジェクトを作るときにこのプラスマークになっているところをポチッと押します。で、ムービーっていう方を押すとメディアが出てくるんですよ。で、ここでビデオを押して編集したいものをタップします。選んだらチェックマークを押してムービーを作成をします。これ何本もあるときは何本もチェックマークを押してムービーを作成すると一気にブワーっとなるんですけど、これを編集していくんですけど、まずカットの方法は私は流していって、切りたいところでポッと押して動画の方を押して分割を押します。そうすると切れるので、また自分がこう切りたいところ、カットしたいところまで行ったらまた分割をして、その間のこのいらない部分、つなげたい部分とつなげたい部分の間のいらない部分は削除を押して、こんな感じでサクサク編集をしていってます。こんな感じでね。で、これをまあ続けていくだけ、カットは続けていくだけなんですけど、この時計マークを押すと倍速になったり、あとは音量ボタンで大きくしたりちっちゃくしたりもできるんですけど、私は iPhone で撮った時は音がね、カメラよりかなりちっちゃくなっちゃうので、まあ、できるだけ500にして、まあ、聞いてみて音割れがないかとか見てみてるんですけど、500に近い感じでしてます。で、ここに一応ね、字幕が入れれるものはあるんだけど、iMovie だと文字の場所とかが設定できないんですね。まあ、ちょっと不便っちゃ不便なんですよ。だから私は字幕は別の、さっき紹介した完璧なビデオっていう方のアプリでやってます。あとはこのフィルターみたいなのもあるんですけど、まあこれはそんなに使ってなかったかな。で、完了をします。 YouTube みたいなマークとゴミ箱みたいなマークの間のこの四角に棒、矢印が書いてあるやつを押すとビデオ保存で出てくるので、ビデオ保存を押します。だいたいこの 720p っていうものを押して保存します。次はこの動画に字幕を入れていきます。完璧なビデオっていうこのアプリを使ってるんですけど、これはね、結構最近まで使ってたものになります。左下のこのマークを押してさっきの動画をタップして完了をします。で、ここら辺は私はいじらずにやってるんですけど、動画の枠内を押すとこんな感じでいろいろ出てくるので、字幕っていうのを押しますね。字幕っていうのを押して、この T っていうのを押すと、まあこんにちはかなが入って、で、枠の色をこんな感じで決めれたり、ワーンってした感じにできたり、あと普通に文字自体の色をこう変えたりできるんですけど、あとこの後ろにね、ちょっと枠をつけたりとかいろいろできるんですけど、まあこれはね、あの日本語のフォントがそんなにないから、まあちょっと不便っちゃ不便なんですけど、まあ、さっきと比べてね、こう大きくしたり場所をこう変えたりいろいろできるものになってます。あと字幕以外でこれを使ってたものといったら、このモザイクですね。このモザイクはモザイクボタンをタップして、まあ、タイプとか、まあ、どんなものにするかとかいろいろできるんですけど、丸とか四角とかね。何がいいかって、これね、こうやって長押しするとモザイクの位置をね、こう動かせるんですね。このまま録画ができるんですよ。こんな感じ、さっき動かしたモザイクの位置が動くって感じになってます。外での撮影とかで後ろの人の顔がめちゃくちゃ映っちゃったとかいう時はたまーに使ったりするんですけど、まあ、これはこんな感じで使うかな。あとはね、これここの動画の中にもう一個動画を入れられるんですよ。おぜんざいでも入れとこうかな。こんな感じにしたらこうやってね、左上とかに設定できたりします。こうだから、このアプリがあれば大体のことはできるんじゃないかなって思います。で、また完了へして、次保存って押して、さっきみたいに保存をします。そしたら音がね、まだ入ってないので、音はもう一回 iMovie に戻ってきて入れます。オーディオっていうところを押して、私は曲としてね、キラーンとかいろいろピンポーンとかポコーとか入れてたので、曲としてね、使ってたことが多いです。で、 BGM はテーマ曲ってやつで、これがね、多分皆さんが一番私の動画でね、昔使ってたなっていう記憶があるもんだと思うんですけど、これもこう音量とかを設定して自分の声が聞こえるようにして確認して OK だったら完了をして、また保存して、でアップするっていう形
に私はしてました。どうかな、わかったかな、わかりにくかったかな。でサムネの作り方とかもちょっと動画にしたいなとは思ってるんですけど、まあ、結構いろんな方からね YouTube やってみたいんですけどどうやったらいいですかみたいな感じで質問があったりしたので、今回は動画にしてみました。まあ最初はね慣れてない時は結構時間がかかっちゃうかもしれないんですけど、慣れてくるとサク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 こう編集もできるようになるし、まあ電車なんかの時間とか通学通勤とかの時間で、まあ、編集したりもできるようになると思います。ちなみに完璧なビデオの方は300円ぐらいだったと思うんですけど、 iMovie は無料になってます。気になった方はぜひぜひ試してみてください。それではチョコバナーでした。バイバーイ。